皆さんこんにちは大地です、えー、ここ数日間年末年始の振り返りを、えー、こんな観点でやってみませんかとかねこういうのがこういう質問を自分に投げてみたら面白いんじゃないですかみたいなね話をさせてもらってるんですけどもう一つ重要なことがあるんです <laughs> それは自分一人でやらずに誰かに聞いてもらいませんかとか、まあ、もしくは誰かのね話を聞いてあげるっていうのを手伝ってみませんかっていうことなんですよねで なんでかって言ったらねまあ質問それ自体にもパワーがあるし重要なんだけどやっぱり誰かがそれを真剣にね聞きたがってあなたの目の前にいる、ね、っていうことが実は自分の内側にある、ね、何かこの答えを探すとかさ でそれにに真剣に向き合うっていうことを促してくれる時もあるんだよね <laughs> もちろん変な人に聞かれるんだぐらいだったら自分で一人でゆっくり考えてた方がいいっていうこともあってだからまあコーチである我々の課題はねなんか一人でセルフワークやるのをやっぱり超えるようなねその場を作れるかどうかっていうことがまあ一つ我々の課題なんだけどでもね なんか本当に真剣にさ今年1年やれてよかったのって何どうしてそれがよかったのっていうのを本当に知ろうとしてくれる人がいたらさやっぱりそのエネルギーでね何か自分の中でああそうかやっぱりこれがよかったんだなっていうところにさたどり着くのもエネルギーがいるからさやっぱりコーチのその真剣さがやっぱり自分の内側をこの掘削していったりとかさでそれをねあの整理していくっていうための力になるんだよね。で だからコーチは質問投げかけるのもいいんだけどやっぱり知りたいって関心とかね好奇心興味ねっていうものがやっぱりコーチングをドライブしていくっていうことをね改めて本当にそこに意識を向けてみたらいいんじゃないかなと思うしでやっぱりセルフコーチングもいいんだけどで誰かに聞いてもらうとかね誰かに話すっていうことのやっぱりパワーっていうのはさ でやっぱりね誰かとの間で本当そうだったってなったものこそがね我々は社会的動物なのでやっぱり自分の中での認識になるという,こう、まあ、社会構成主義みたいな考え方もあってでだからね一人で考えるよりもねやっぱり誰かとの間で了解得られたものの方がねやっぱりパワーもあるんじゃないかなと思うんですよねまあ、ということで是非ね皆様あの誰かに聞いてもらっていやこの前もさあの ううちのののスクールのねね番この怖いになるというか、ね、それこそエッセンス本質ですけれどもエッセンシャルクラスっていうね、まあ、2日間のプログラムを参加してくれた人がねまあそこで使われる質問はシンプルな質問だからまあクライアントも何聞かれるか分かってんだけどやっぱりコーチのその知りたいってエネルギーがすごくて自分一人ではね出てこなかったものが出てきたってやっぱそれが体験できたのがすごい良かったって言ってくれててあ嬉しいなと思ったんですけど。 あの本当にねコーチってそれで聞く質問は同じ質問でもいいのシンプルな質問でもいいのでも本当に知りたいと思ってで相手の答えを熱心に聞くでその奥にあるものを知りたいと思って関わることにねすごくパワーが生まれるんだだから表面的なスキルよりもねなんかそっち側の方がいいかもしれない <laughs> そしてねあのコーチングに興味ある人は是非そうやってなんか真剣に聞いてもらうことで自分の内側から何かが生まれてくるっていうことを体験してもらいたいなと。 ところです是非年末年始、えー、コーチング受けてみてくださいそしてコーチングできる方は是非たくさんの人にコーチングをしてあげてみてはいかがでしょうかということでございます。それではまたバイ,バイ